もう一度。
もんが。今時のことで何か始まってありませんかね。なーに、この近所に空き棚が十何軒もできたんで、そこへ潜り込んで寝てやろうと思って、人気がなくなるのを待ってるルンペンですよ。まんまくんここは取り壊しになるんでしょ。ヨロジーが殺しついてる。いよいよ取り壊しにかかるんだね。そうだよ。つまりも不審でしてるわけにいかねえからな。下手をすると受け入れ金も出てきますよね。国にとっては気の気じゃねえんだ。おう、お姉さん、白木さんの話したしかねえ。白木さん来てんの。さっきから待ってんつはね、白木先生なかなか笑われねえ。ないね。あと頑張ってんのは玉突き一軒家だそうだな。白木さんまだ見えないから。え、後ろ持ってんさね。言われた通り人数はちゃんと集めてきてるんだ。せめて早いところを差し伸ばしてもらいたいな。で、白はこの取り壊しはそれで役目は済むんだから。でも、随分無茶だな。だって権利金や先の企業のカッと入ったら、結局その方が得なんですよ。こんな目抜きの場所、されかかった小店が塞げる手法はないわ。どうせみんな大きな店が押されて儲かってるうちなんてありゃしないんだもん。たまに苦しんで店はって売り込んできた信用ってもんもあるんだろうし、それで食べていけたんだから見学でなる方が損さ。うちの旦那なんかがそれですよ。はじめにこの建物中全部で13件、これこれのことを先方しなければ差し向くまいと申し合わせた時、どうか代表者になって掛け合いしてくださいって一言言われたのにいい気持ちになる。わざわざ寝ちまったりして頑張ってるんだからね。感じる頼んだ方じゃ、とう昔に金を使って立ち退いちまったのに。いい恥さらしだ。だけど、僕にはこのおじさんの気持ちはよくわかるんだな。なに、意地になってるんですよ。なんとか家は昔上がった自分の気になって、まるっきりさんたま自由党の幽霊っていうとこさ。僕にはそうは思えないな。早い話がこれだけやってた店を叩き出されて、後ですぐどうして食べていけんです。みゆちゃんだってまだいくらも取ってないし。そんなことまで私は知るもんですか。おやすみだ。ねえ、おさんさ。なんすか。ねえ、あんたミルのこと本当に好きなの。え、なんすか。いいえさ、私だってこうしてればまあ、ミルの母分よ。でしょ、気になるからさ。それはなんです。非常に僕は非常によかったな。母も少しかわいそうだったわね。姉子、これでもまだ若いのよ。いくつぐらいに見えて。私僕には女の人の年はどうも言ったわね。どうせ私はおばあさんですよ。見るはまだやっと19。手も足もコリコリ固くってまだ綺麗なんでしょ。あんたたち綺麗な付き合いでしょって言ってるのよ。まあもちろんです。僕、そのうちちゃんとこっちのおじさんにお願いして、そう思って。はぁ、やった。来てたの？うむ。メルさんみたいなそういう愛じゃありませんか。はははは。何もわしには遠慮はいらんよ。はははは。おいで。まあ、いかがですか。いや、だらしゃありませんよ。あんたは毎晩ご苦労様だな。お千代のやつが無理ばかりお願いしてね。いえ。ミルさん熱心だからこっちも張り合いがありますよ。小屋でやりゃいいんですけど、離れると規則で一人残らず追い出さしまうんで。それはそうとどうするの。鉄道さんちはうちさんたちの客を今夜の密室に引き払うって言ってるんですよ。絶対この先どうするつもりなの。それを俺に聞いたってわかるもんか。自分のうちだからこうしているもんです。やだ、借金も借金だしさ。松井さん、ちょっと松田さんの委員長も先戻ってきましてね、向こう方から取り壊しにかかるからそう思ってると言ってんだよ。こんな夜中に。うん、昼間だって近所が迷惑するからって言うんだ。ねえ旦那、どうしたらいいんですかね。え、困ったな。困ったじゃすいませんよ。松田さんの方じゃあして分かった話をしてるんだから、もういい加減日社に立ち退いてくださってもいいじゃありませんか。こんなギリギリの土壇場になってるのに。あんたそうはしたね。だがあんたは何もこっちにこだわらずに立ち退けばいいじゃないか。それだ、すぐにそれだ。今更になってそんな白状な。明日
たまた早くでも引き払うように一つ考えてみてくださいよ。お願いですよ。大体松田さんに頼まれて親子で踏んでやってきてる白木って男の正体を知らないからとあんな平気でいらっしゃるけど、白木君八郎といえば新聞も持ってるが大勢の子分も持ってるし、こんなことにかけたら鳴らした事件やですよ。あの男の手にかかったら万丈しまいですって。ご覧なさい、あれだけ居座ると申し合わせていたこの建物中の11軒の小店が白木を乗り出してきたらひとたまにもなく立ち退いてしまったじゃありませんか。同じお隣そうな人だわね。そいつがくせ者なんですよ。腹ん中どうしてどうして、山の手一帯の土地価格のブローカー仲間ではまむしで通る男ですよ。てっちゃん、ひどく脅しにかけますね。さては白木さんから頼まれたね。冗談言っちゃいけませんよ。なんであなた、これほどこちらさんに忠義を尽くしてる私を捕まえて。いや、これは冗談ですよ。どっちもこうして自分でゴロゴロしてる分には誰に咎められることもなかろうし、それに追い出されるじゃのたれ死にもしなきゃならんからね。人様の畑のものを盗み食いしてるスズメじゃあるまいし、かかしに驚いて逃げ出すこともないからね。何ですって、かかしですって。いや、旦那は私のやってることを。いや、まあ例え話だ、気にしちゃいけませんよ。とにかくあんたの方を私に構わず引き払ってくださいと言ってるんだ。事実こうした病気で動きたくても動けないしね、情けないありさまですよ。そんな人じな。ねえ松村さん、私はあんたのためを思って。受け養子の人は旦那どこ行ったってやかましく言ってますよ。はあ、だってな。ねえお父さん、さっきから2人のお客様まだいます。これどうして踊るもんだから天井から埃落ちるって酔った方の人が怒ってたわよ。はあ、来てくださいな。サムさん、あんたは千代のことを本当に好いてくれるのかね。なんです、僕もう少し弾けるようになって収入がもう少し増えたら結婚を許していただきたいと。ああ、私の口から言うのもなんですが、あの子はもう竹終わったような気性の娘ですよ。そうです、それに引き換えてあれとの兄貴と来たらしょうもないご論謀だ。低い位置と言いましたがね、今頃はどっかで死んでしまったかもしれない。だいたい父親の私が少し小言を言うとそれが気に食わないと言うんで黙って打ってかからわたいえ調べるんだ。少しなんですがね、もうついには用心しないといけない。あれはいけない、まるでジョロウグモのようなやつだね。仮にも女房同様にしていた女はそういう言い方はないけれども、今までにもちゃんと手切れを渡して何度追っ払ったか知らない。金がなくなって男に捨てられると必ず舞い戻ってる。この前などはそこのガレージの運転手、ここの有金をさらって逃げていった。やれやれと思っていると物の二つ来たとないうちに寝巻き同様の姿でシャシャとして帰ってきました。いやどうゲーム取りとしてきた女を一人の前とは言いながらそういうことにしてしまったのは私の一生の不覚でしたよ。ただいま。できましたよ。私の顔に何かくっついてる？うん？いや、何そんなにニタニタしてるのさ、お父さん。あら、どこ行くの？久しぶりで酒屋飲みたくなった。魚買ってくるよ。うまいとこにちゃんそば屋の通りね。たまには表出ないと毒だ。じゃあ私が買ってきてあげる。何もお父さんが行かなくたってさ。
第一何時にお酒なんか飲むの？まあそういうのは見舞いだよ。見舞い、うん、へえ、こうしてうちを置いたって送ってんのに。さっき私悪いと思ってたけど、表はうろうろしてるの、やっぱり白木の子分らしいわよ。うん、そうか。あんまりいいや。お前には分からなくてもいいんだよ。でよ、ラブラ。ありがとうございます。へえ、なんだい。私が言ったもんだったの。お前は稽古でもしてろ。君の父さんいい人だな。自分だけ変にこれちょっと生意気だね。君怒った時が一番綺麗だよ。何で言うか、急に気が強くなっちまったに驚いた。少しどうかしたんじゃない子が。いやでも鉄砲で持ってこい。松田村が近いから用心しなさいね。本当に何なのよ、さっきのありがとうございますっていうのは。僕は君のお父さんにお礼言ったのさ。知らない、勝手にするがいいや。これは帰ったの、白木のやつ。白木じゃない、この野菜を取り壊しに来て、仕事しだってさ。え、父さんは裸に、うん、お蕎麦買ってくるって出てった。ふん、外へ。どうしたんだろう、おかしなやつ。僕はね、もっと勉強するよ。来年になるまでにきっとソロ弾けるようになるんだ。そうすりゃお給金になって80円ぐらいじゃなる。それだけあれば契約すりゃ2人で何とかやっていけると思うんだね。ミル、急にこの辺すっかり焼け放っちまいましたね。これどういうんですか。これらもだんだん広げてきて、後からデパートなどもできると、俺らの小店は売り立てられることになるな。ええ、小泉さん。うん。そうですかね。しかし、気味が悪くてね。そこの角の杉屋のおかみさん、一応売り立てられて気の日になったっていうのは本当ですか？知ってるのかい？はあ。よく蕎麦を買ってくれたんですよ。ゆんべね、あの空き家の前を通ってると、ふらふらっと出てきたものがあるから、ひょいと見れてると、このおかみを振り出したおかみさんじゃやせんか。わしはもうゾッとしましたよ。世の中が世知辛くなってくると、いつ何時気違いになるような目に遭わされるかわからないんだ。まあ、
なになってきてるんだ。こっちでも考えなくちゃ。うん、動けないのではって。出て行くと言ったって行き先もありませんしね。僕もう帰ら。そうね。風の結構吹いたわ。帰りはミルさん一人だろ。そしたら私がついてったみよ。いいわよ、一人だったな。まあまあ、それ言わねえじゃん。絶対かけしに行け。何か間違えても困るかな。じゃあ、ついて行ってもらうか。あんたもご親切だね。あ、こうや、こうやと。おい、こっち行けよ。こっち来いったら。こっち行けよ。行こう。私はどうも鉄の前足と思ってるんですよ。なんだ。いえ、今クリーンのところがやってきたのがさ。わしはまたお前かと思った。え、なんですって。じゃあなんですか。ひらきは何かと私が腹を合わせて何してると。もうそうじゃなかったのかい。いい加減にしてください。冗談じゃありませんよ。本当にあんたもボケましたね。しかしこの辺が潮時じゃありませんか。だってよそじゃ平らしい変化で手を打ったって言いますよ。あいつらははじめはみんな結束して一件あたり5000円以下では手が動かないって言ってた。それが要求していた額の10が1にも足りない金でも、いよいよ現縄の面を見るとみんな尻尾を巻いてこそこそいなくなっちまう。風上にも埋めない連中だよ。だってみんな内緒が苦しいから仕方なしですよ。そうだそうだ。だからなおのことだ。わしがこうして言い残っているのも自分だけのことを考えるからじゃない。わしのいた連中にもう少しずつでも取ってやろうと思うから。この上まだ取ろうって言うんですか。そんな方がのこと言ってみたってどうせこっちの負けだ、うん、じゃあ思い切り負けてみようか。あれだ、サンタの自由党の生き残りですか。お箱だ、自由党だか不自由党だか。あんたが自由党騒動で三人もの人を叩くしても2年や2年半でことが済んだご時世とわけが違ってきてますからね。そんなこと誰も言ってはしないよ。私はそれとどうなるんです。だからわしだけ置いてどこへでも行ってくれと言ってるじゃないか。水さんはじゃあうちは嫁にやるさ。田所さんは真っ当な男らしいじゃないか。ミリにあんなのがいいよ、怪我はなくて。いいじゃない、事情はよくわかんないけど、絶対どうする気なんだろうね、君のお父さん。私、一日中心ないからよくわかんないけど、いろんなのは暑いから暑いと引き出しに押しかけてきて、なだめたり、ふかしたり、脅迫したりしてるらしいのよ。でも、10日ばかり、教会の方の弁護士までやってきやがって。ミリムさん、いいじゃないの。町内の平和を乱す恐れがあるから、いい加減に譲歩してもらいたいだって。大食堂を建てるんだか何だか知らないけど、お金さえあれば何でも横車を取るかって、ね、
町内の部屋は引いてあげればよ。で、地主は今度の経営者から渡りがついたの。悔しいじゃないの。あの親に負けました。あれお父さんのずっと前からの知り合いだとか、店を出すときなんかもお金を出してやったり、ずいぶん面倒見てやったやつよ。悔しいな。金が欲しいな。こんなとき、兄さんがいてくれたらな。うん、乱暴な人だっていいじゃないか。お父さん今話してたけど。嘘。口汚く言ったって。本当は兄さんのことを恋しがって会いたがってんのよ。そんな人よ、お父さんって人は。兄さんが4年前に仲間の川横を喧嘩で来ちゃってね、土地にいられなくなった後しばらくても、夜になると低い低いって寝言を言うのよ。今どこにいるんだ。わかるもんか。そんなバカな。だっておじさんはそんなこと気にしなくてもいいじゃない。くどいよ。だがね、私はあなたのためや旦那のことを考えるから言ってるんですよ。大体正宗さんって人は度胸がいいのか悪いのか知らないけど恐ろしい人ですよ。松田さんや白木さんも向こうに回して一線を間違ってんだからね。私なんかこれでどの子もそばで食って迷惑してる子知り合いしませんよ。そう？なら私んちなんて言っちゃったりとおじさんだけ食いちゃったらいいわ。私はそんな今更になってそういう手はありませんよ。それにね、あのお筋って女は何をするか知れたもんじゃありませんよ。あんた気がついてるかどうか知らないけど、おさむさんのことですよ。あの女はこれはと目をつけたまさにどんな男でも物にしてしまうんだからね。それがどうしたの。だから気をつけなくちゃいけませんよ。へえ、おついさんの方で惚れてんの。まあそんなもんかね。だってあの女はあんたっていい仲じゃないの。いや、やらなきゃいけませんよ。私はあんたのためを持って。おあにくさま、おさむさん私に惚れてんのよ。だけど相手はお筋だ。おさむさんは気が弱くてうぶだからね。そうよ。だから私好きなんだわ。だからさ、ね、蛇に見込まれたカエルでいつ何時、でしょ。だからそう私は。おさむさんが私よりもおついさんのこと好きなら、おついさんを取ればいいじゃない。私心配なんかちっともしないのよ。おすじとおさむさんとできてしまうとあんた困るでしょ。だからあんなこと言ってミルさんをかしかせるんだ。おすじなんてクソママの後ばかり追いかけやがって。言ってんだよ。私をどうしてくれるんだ。おめえさん俺を一遍引っかけてくれたんだ。なんだよこんなところに見つまない。じゃあうちに
鉄道さん、鉄道さん、鉄道さん、いないのかね、鉄道さん。どうしたんだい君、え？いえ、何にね。困るね、勝手に忍法二階みたいなんかして。ん？君やおついさんは、私の言いつけの時のことをやってくれりゃいいの。相手が相手だで、また守られたら、この上どうなると思ってるんだ。へ、へじゃないよ。とった今も電話で知らせもあったんで、びっくりしたんだもん。一条件で変なおちょっかいを出してもらっちゃ困る。忍法はこっちの命令で不満こそになってるんじゃないか。それを君たちが勝手に動かすとかないよ。何ね、こっちで放り出してしまったら、あなたの方の手をはめかると思ったんですからね。その抜け駆けの巧妙はいけないんだ。ん？いよいよもう何とか型をつけないと、私も相手にとって松田さんに合わすかもないんで、今夜は最後の掛け合いに来るってこと君だって知ってるはずじゃない。すまん。まあ、2階行こう。困ったことをしてくれるね。君たちが頼まれもしない、余計なおちょっかいを出したばっかりに、彦六名、またぞろ尻を据えて抜いてきだしたら、あの約束はせっかくなら取り消しだよ。だって、それは鉄道さんが。おついさん、今更なってそんな邪険なこと一個なしにしようぜ。だってお前がさっき降りてきて、今やつはいねえからってこう言ったから。なんでだって。おいおい、いい加減にしなよ。二人とも二階へ来てくれ。
どうしたんだ。追い立てを食ってんのか。いかの旦那かわいそう。骨までしゃぶられてしまうんだ。一番恐ろしいのは白木ですよ。いつもピストルを持ってるって言うからね。今言った事件屋なんですかね。この建物の持ち主の手先になって十軒余りの店屋を片っ端から追い出しちゃったんです。それはみんな泣いてましたよ。向こう方の住屋のおかみさん、白木からあんまり物を置いたと送ったために気が変になっちゃったし、あいつのためにどれだけ人が泣かされてるか知りやしないよ。ところが白木で桃山の人を見ながらうまいこと裏をくぐってるんだからね。何も知らない私たちだって百にも触るだろうじゃねえかね。そうだろうお客さん。そうだな。もう一回大丈夫だよ、金を持ってるよ。白木さんに頼まれてきた人間だ。今夜のところは付き合いのご挨拶は抜きにお願いしたいんだ。で、何歳ご縁の筋や。他でもございませんが、そこの鉄道さんのところでは今度できる大食堂で酒類一切の仕入れの権利のことやその他だいぶ結構なお話の終わりなさるようだが、ご存知でしょうが熊山一家はまあその方は縄張りです。一応のけじめはつけてもらいたいんだ。それにまんざら知らねえ中でもなし、何かご挨拶の一つがあってもよかろうと思いましてまいったわけでございます。ことが白木さんにご挨拶をしなきゃならない筋合いではございません。わかりやした。しかし立ち退き一件に手を入れることだけは一つご遠慮をお願いしてもんで。お姉ちゃんはおりません。いや、ほとんどで もうダメですよ。時間過ぎですから。ダメですったら上さんにちょっと小島市からお目にかけて行ってくんな。今いませんよ。いねえはずはねえ。ちょっとご相談したいことがあるんだ。熊山といえばわかる。ああ、じゃあまた裏間を取りに来たんだね。熊前だって人聞きが悪いこと言うね。おい姉ちゃん早く頼むぜ。いい子だからな。なんだ、ふっ、そう面白くもない。いないで行ったら帰ろう。おい、どうしたんだよ。なんだよ、あんたあんた。おめえこそなんだ。ほうほう、物騒なものを持ってますね。不良まあそう怒るなってことよ。なんで引くぞ。え、引くかそうしてくれ。お見せしちゃって何なんだよどうしたんだい、やられたのかい用心しなきゃいけねえよ。夜中になるといろんなのが出てくるからな。そうなの、また出た。いらねえよ。みんなで10銭に1個から買ってよ。ほらもう眠いから負けちまう。眠いのか。そうか、よし、じゃあ買ってろ。ありがとう。
何時だい。もう2時過ぎでしょ。もう眠いはずだ。どう、俺は3時回ったかと思ったよ。キューを落としたから。決まりますか。ここのうちじゃこんなに遅くまで営業するのかね。本当、うん、ひどく震えますね。これですよ。聞こえてる。聞こえてる。地位のために荒っぽいことをしたり、他人の罪までしょって暗いところへ入った人だ。これくらいの理屈は分かってくれたっていいだろう。金づけでやってるわけじゃないし。ほうほう。じゃああんたはただでこんなことを引き受けていなさるのかね。今までに立ち残された10軒余りの店の血の出るような立ち抜き料から3割、4割とピンを跳ねたのはどこのどなたでしょう。もう一度面でも洗って出直してきたらどうだい。なんだと。全体どうすればいいってんだ。早いところ立ち退いてくれたやつがいいんだよ。いい加減にしてくださいよ。あなたは自分の心柄だから本望かもしれませんが。おいおつじ、わ
橋をうまく立ち逃したら500両もらえる約束になっていたのは誰だっけな。え、わしは猛録はしたが、これでもまだ目は見えるんだよ。それが悪かったの？それはあんたが自分一人の顔を張って、私は見るみたいなことを考えないから。私のことは言わないでちょうだい。第一、私が金をもらったってそれだけのものをこのうちに入ってくるんだ。何もそうつなげたことはないじゃないか。鉄道さんとの約束を忘れちゃ苦情が出ようぜ。今度この後にできる食堂で、鉄さんは酒場の方をやる。お前は野球の監督にしてもらう。こうちゃんと話ができているのじゃないのか。そんな下の女給さんも監督にしてもらう約束だって言ってたぜ。一度に女給の監督が二人できるわけか。そういうことよりもね、政宗さん、あんた松田の方に金がうなっているとでも思っているから勘も立つんだ。出して出して遊んでる金なんて今時あるもんじゃない。時代の値上げもある。あれやこれやで積もってみると、みすみす一日にどれだけ金が消えていくんだ。松田の親父さんも、今日日じゃ泣いてる始末ですよ。そっちは泣いちゃ済むかもしれんが、こっちは死活問題だからね。ですからさ、ちゃんとそれだけのことはしておるんだよ。わしだけならそれでもいい。だが叩き出された J 一軒のうちがあれで済むと思ってるのか。余震場みんなが泣き寝入りになろうとも、政宗彦六は断固として倒産に。ふざけんなよ。綺麗な面して今までの分を倍にして5000円払えだと。誰の懐に入る金だか分かるかい。これがそっちのもんならうちはこっちのもんだ。家賃だってろくに入れてないくせに。おい、聞こう、いつからここのうちの差配までするようになったんだ。もうおい、こっちの真似すんなよ。こっちはご覧の通りの手たらくだ。また殺されてもヘドが出るくらいなもんだろう。じゃあ今までそっちに渡した分の金はどうなるんだ。どうにもなりやせん。そっちで渡したから受け取ったまでのことさ。そうかい。そっちへそういう気ならこっちにも考えある。だからどうだってんだ。昔は何だか知らねえがね、菊池さん。お前さんが、ヤタマの仲間で売っていた頃と、ここではだいぶ様子が違ってきてるからね。いい気になって、後でほやずらかかねえようにするがいいで。あんなこと、白木さんに言ってもらっちゃ困るじゃありませんか。悪かったかね。不意に帰ってきて、事情も何も知らないくせして、なんだ本当に。強制たちの気にでもなったら、私たちはどうなるんだ。大体あんたのお父さんなんて人は。ゆきちゃん、兄ちゃん、もうどこでも行っちゃいけないよ。いや、俺はちょっと寄ってみただけだ。とっつぁん、久しぶりだな。どっから押し上がった。ひでえことになったもんだ。どっか悪いのか。貴様またこの辺をうろうろしてやがると向こう砂を叩こってくれるぞ。だからやっぱこれまで頑張ったな。生意気な顎を叩くか。貴様はこのうちの事件をどっかで聞き込んで一口割り込もうと思って来やがったんだ。何を言うんだ。俺は酔いうちに宇宙から立っていったんだが、なんだか罰が悪くて下でマゴマゴ待ってる間に初めて話を聞いたんだ。何にはデタラミやがる。適当なイメージ。嘘よ。父さんは兄さんに会いたがっていたんだよ。バカを言え。兄さん、なぜもっと早く帰ってこなかったの。あんなに過ぎたね山におふくろ面されるって帰ってくれるか。何よ。不良まれに引っかかりそうになって出なかったくせじゃん。うん。それもあったさ。だが、あの当時だって俺はそれでいいと思って言うたしてたんだね。もともと俺がくれ始めたのはとっつぁんの女ぐらいのせいだぜ。それがどうした。なあとっつぁん、おっかさんがセレオインで死んじまうときにそう言ってたぜ。おとっつぁんはそっとしておき、
出すと自分で自分の了見が分からなくなってしまう。本当は私を心から思っててくれるんだけど、ただ太刀であんなことになるんだよってね。その時のおっかさんの顔が俺の目にこびりついていたんだ。思い出すと気がめいった。そうすると何か無茶なことをしないとやりきれなくなるんだ。俺だってとっつぁんの子だい。今頃になって何を読まやもと昔上がるんだ。おしげはさっさと一人で死んじまえがあったんだ。可愛い女房は病気になってさ、金がなくて治療院で野垂れ死にをした。それが尺に触るからって博打を打って女狩りを始めるなんて、ちょっと筋が違いすぎてるじゃないか。じゃあ何か。親父の女が気に食わねえからってんで、八つ当たりに他の奴を切ってさ、土地を売ったら筋が決まってやしねえのか。どうだ。兄さん、ほらここにある。これ覚えてる？兄さんが何か腹を立ててロスを引き抜いていきなり切りつけた後よ。私毎日のようにこれに触ってみるの。これも乱暴だったな。時にお前今何してるんだ？ん？何？土方みたいなことだよ。府中でか？いや、府中はうちだけで、あちこちの現場は歩き回ってるよ。大森出かけるが、だいたい三玉一帯だ。三玉？三玉か。そうか。あの辺なら俺も二十歳前後に暴れ回ったところだ。三玉の自衛隊は威勢のいい奴らが揃っていたからな。お前なんぞは知る前が、当時自衛隊でも一番若手の連中は、あの辺の寺を押し回っちゃ反発政府ぶっ倒せの演説をして歩いたもんだ。この刀もその時の名残だ。じゃああの辺には昔からそんな気風があったんだね。昔からというと今でもあるのか？自由党だ、明け方は元気な仲間がいるよ。仲間っていうのは何だ？俺たちの仲間だよ。貧乏だけど、みんな生きのいい連中だ。だからなかたたしたばかりするが、芸は堅いし、いいこといい、悪いこと悪いってパッチリしたもんだ。一旦仲間として行動決まったら、ぐっともするこっちゃね。三島には今でもそんなのがいるのか。しかし、あの辺は朝鮮の人間が多いぞじゃないか。多いよ。だが内地の人間と変わりありやし、現に大阪の玉造り辺でゴロゴロしていた俺を、食局屋にここへ連れてきてさ、2年近く月について、俺の少年を叩き直してくれた男がそうだ。こいつは立派な男だよ。そんなこともあったのか。二人で東海道を登ってくる途中、ろくに飯が食えねえもんだから、俺がへたばる。まあ、東海道を歩いて。するてと、そいつは俺をおぶってくれんだ。まるで仏様みたいな男だよ。ほら、あいつの背中で何度泣いたか知れねえ。そん時のおかげで俺は地道に働ける人間になったんだよ。そうか。どうだ、とっつぁん。ここを引き払って俺たちのところに一緒に来ちゃう。これだけとことんまでやるとしちゃもういいじゃねえか。大事、無駄だよ。何？無駄だ？俺のしてることがなんで無駄だ。父さん。だって、他の連中が取ったんだからおっぱい出して言ってやったじゃねえか。この平たところで刑事にするようなもんだ。お前に何か俺に説教する気か。俺たちの仲間なら一人だけ撃っちゃっといて逃げ出したりはしないと言ってるまでだよ。第一、働いて暮らせにしたところで、同じように働く人間の仲間でなきゃ、泣くも笑うも面白いことがあるもんか。とっつぁんの自由党だってその辺も同じだろうじゃないか。何を言ってよ。それは俺たちはいつも不自由だらけだが、こんなところでろくでもない連中相手にしてるよりはまだいくらかましだ。楽じゃないが、本当の暮らしがあるよ。生きるも死ぬも一緒だ。仲間のには仲間がいるんだぜ。仲間の骨は仲間が拾うか。それで、このうちの始末はどうなるんだ？売っちゃったきゃいいさ。私はどうするの？私、劇場の踊り子してんのよ。
ずっと勉強して今日本一の女優さんになるつもりなんだから絶対に劇場を寄さないわよ。電車で通えばいいよ。日本一でも世界一でもなるさ。だがうちはもう大きくなったもんだな。もう立派なモダンガールじゃないか。そうさ、もうちゃんとお婿さんの見当までついてるんだよ。なあ、うちよ。いや、いいな。そうか、そいつはいいや。次に、お前まだ一人か。5日前に赤ん坊が生まれちゃった。赤ん坊？誰の赤ん坊だ。俺んだよ。紹介させたのにさ。1年前くらい所帯持ってんだよ。男の子だ。わしにも孫ができたわけか。あ、こいつは笑わせるな。で、なんて名前だ。名前まだねえんだよ。なんとかへんてこでしょうがねえんだ。そんなのないわよ。当たり前じゃないの。バカね。それがへんてこなんだから仕方がないよ。じゃあ兄さんの子じゃないの。確かに俺の子なんだけど、へんてこなんだ。それで、とっつぁんの顔見たら収まりがつきそうな気がしたんで、実は帰ってきたんだがね。で、どうだい。とっつぁんの気持ちが俺にも分かるような気がする。じゃあ私は立派なおばさんになったわけね。どうだい。で、女はどこのもんだ。仲間の妹でな。少しぼんやりしてるけど、気立てねえようになったので、今はメディアスコバで働いてる。なぜ赤ん坊を連れてきて見せねえんだ。ダメだよ、まだフリフリしてて手に負えねえ。自分で逃げて行こうとしていた女だ。遠慮すんなよ、父さん。私、
こりごりだ。だが、先方から取ると言ったら5000円とか。ああ、こうなりゃもういいんだよ。だってそれは何、2500円だけはとっくの昔にもう取ってある。なんだ、そうか。そのぐらい取ってあるだ。おい、わしを見損なうんだよ。立ちのいた連中にこの中からいくらかずつやるかな。実はもうあと100両ずつも取ってやろうと思ったが、どうやらこの辺が潮時らしいな。これまでもうたくさんだよ。だがわしを白木なんぞに負けたんじゃないよ。あんな小僧に負けてたまるかい。まあ信じて負けたといえば彦一、わしはお前に負けたんだな。で、支度は？支度もヘチマもありませんよ。ちゃんと大事なものだけは花火につけてあるんだ。そうだな、うついに少し金でも置いてくか。どうすんか。そんな友達のどこりだな。ほっとけ、みんな家賃の方に抑えられたものばかりだよ。300円もあるだろう。財布出せよ。